吉野家よりも松屋派。はい、ということで本日は銀河に浮かぶ惑星の書き方をご紹介したいと思います。用意するものはこちらの惑星の丸をかたどった L 系から C が必要になります。それではいきましょう。まずはイケてる銀河の背景を描いていきましょう。白、はい、そしたら薄い青、そしたら濃い青、はい、そしたら薄い青もう一丁、はい、そしたら濃い青、はい、そしたら黒入ります。はい、こんな感じで OK です。はい、今色が、重なっている状態です。そしたら、チラシでクシャクシャにして軽くこすると銀河のようなかっこいいものが背景が完成します。ここで星屑作ります。こんな感じです。はい、 OK です。ここでストップ、10分ほど乾かしてください。それでは10分が経ちまして、かっこいい背景もこれでもいいねというか背景が完成したところで、今から浮き上がっているような惑星を作っていきたいと思います。この上にですね、この型紙をこんな感じで置きます。ここでポイントですが、ここ浮いている状態だと綺麗にできませんので、スプレーなどで重りを置いて浮かないようにしてください。こんな感じです。重りは何でもいいと思います。こちらヘラでもいいと思いますよ。こんな感じです。はい、あと赤もこんな感じで置いていきます。くるっと丸めていきましょうね。はい、 OK です。それではこちらの大きい方から、惑星を描いていきたいと思いますよ。はい、そしたら次は黄色ちゃんにしますかね。黄色ちゃん、黄色ちゃん、はい、そしたら少し青ちゃん、はい、したら白ちゃんいきます。はい、チラシで模様作ります。上から乗せてこすると、お、いい模様ですね。柔らかい模様ですね。はい、 OK です。それではここからがポイントですが、この上に今から影を作ります。はい、影はもちろん黒でございます。はい、こんな感じです。で、かっこいい背景が青なので青もまぶします。はい、 OK です。もうちょっと黒いきますかね。はい、これで OK です。次は小さい惑星もいきましょう。こんな感じです。はい、よいしょ。はい、こちらも白いきます。はい、こちらは青い惑星いきましょうか。はい、チラシで剥がしますよ。はい、塩追加します。あー、楽しい。これがいいですよね。はい、そしたら次は惑星の影黒です。はい、青もちょっと出します。はい、これで OK です。それではいよいよ撮ってみたいと思いますよ。さあ、どんな惑星が浮かび上がってるのか。いるよ、2つの惑星ってね。うわー、ありがとうございます。はい、本日はかっこいい宇宙の描き方をご紹介いたしました。ポイントはですね、最初に惑星を作らず、最初に背景を作って、後からこちらですね、型紙を乗せて、いつも通り模様を作って影を作って撮ってみてください。そうすると浮き上がってるこのような宇宙ができます。ぜひですね、やってみてください。イエーイ。スプレーワンのスプレーアート教室、このように楽しくスプレーアートをご紹介しています。ぜひですね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回、バイ。